家のみかこです。このチャンネルでは私が自分で考えたオリジナルの作品をなるべく丁寧に説明解説していきたいと思っています。あら、今回は何の花を作るの？今回はこちらの雑草としては手ごわいですが、お花はぷっくりぽっこりして可愛いドクダミのお花の編み方をやっていきます。それでは今日もよろしくお願いいたします。材料説明です。糸の方は100均ダイソーのコットンライク、色は白を使用します。同じく100均ダイソーのコットンヤーン、黄色を使用します。とじ針、かぎ針は3号針と5号針を使用します。ハサミ、そして編み図になります。こちらが花びらになります。こちらが中央の花芯部分になります。今回編むのはこちらのぷっくりとした花びらとぽっこりとした花芯部分がかわいいドクダミのお花です。それではスタートです。ではこちらの花びら部分から編んでいきます。糸の方は100均ダイソーのコットンライクを使用します。かぎ針の方は3号針を使用して編んでいきます。まずは輪っかを作ります。そして輪っかに針を入れ、糸を引き入れて、まずは鎖編みを3目編みます。1、2、3目。次は長々編みを1目編みます。まずは針に糸を2回引っ掛けて、輪っかに針を入れ、まずは途中まで編みます。そうすると3つのリングができてきます。さらに途中まで編みます。2つのリングが残ります。そして一気に引きます。これで長々編みが1目編めました。次は長編みを1目編みます。輪っかに針を入れ、長編みを1目編みます。そして次は長々編みを1目編みます。針に2回糸を引っ掛けて、輪っかに針を入れ、そしてまずは途中まで編みます。3つのリングができたら、またさらに途中まで編みます。2つのリングを一気に引きます。長々編みになります。そして鎖編みを3目編みます。1、2、3目。3目編んだら、輪っかに針を入れ、引き抜き編みをしていきます。これで花びらの1枚目ができました。同じように合計4枚花びらを編んでいきます。同じ編み方で4枚の花びらを編んでいきます。鎖編みを3目編んで、長々編みをまずは1目編みます。途中まで編む。途中まで編んだら、2つのリングを一気に引きます。次は長編みです。輪っかに針を入れ、長編みを
一目編みます。次は長々編みです。針に2回糸を引っ掛けたら輪っかに針を入れて、まずは途中まで編む。次も途中まで編んだら2つのリングを一気に引きます。そして鎖編みを3目編んだら輪っかに針を入れて引き抜き編みをしていきます。これで2つ目の花びらができました。残り2枚を編んでいきます。鎖編みを3目編んで、長々編みを1目、途中まで編む、途中まで編む、一気に引きます。そして長編みを1目編みます。次は長々編みです。針に2回引っ掛け、輪にくぐらせて、途中まで編む、途中まで編む。2つのリングを一気に引きます。そして鎖編みを3目編んだら、輪っかに針を入れて引き抜き編みをしていきます。はい、これで3つの花びらができてきました。残り1枚になります。鎖編みを3目編んで、長々編みを1目編みます。針に2回糸を引っ掛け、輪にくぐらせて、途中まで編む、途中まで編んだら一気に引きます。次は長編みです。長編みを一目編みます。次は長々編みです。2回引っ掛け、輪にくぐらせて、途中まで編む、途中まで編んだら2つのリングを一気に引きます。そして鎖編みを3目編んで、輪っかに針を入れて引き抜き編みをしていきます。これで4枚の花びらができました。糸をカットします。そして輪っかを引きます。これで花びら部分ができました。裏で糸の始末をしておきます。では次に真ん中の中央の花芯部分を編んでいきます。ぽっこりとした花芯部分を編んでいきます。糸の方は100均ダイソーのコットンヤーンの黄色を使用します。かぎ針の方はまずは1段目は5号針を使用します。1段目は5号針で編んでいきます。ではまずは輪っかを作ります。そして輪っかに針を入れて、糸を引き入れて、立ち上がり鎖編み1目です。そしてここから細編みを4目編んでいきます。輪っかに針を入れ、細編みを4目編んでいきます。2 3 4、細編みを4目編んでいきます。そ
して糸を引きます。輪っかの糸を引いていきます。そして立ち上がりの目に針を入れて、引き抜き編みをしていきます。そして2段目からはかぎ針の3号針を使用して編んでいきます。立ち上がり鎖編み1目を編みます。そしてここから先ほど編んだ細編みに1目に1目ずつ細編みを4目編んでいきます。1段目と同じ目数だけ細編みを4目編んでいきます。1、2、3、4、そして立ち上がりの目に針を入れて引き抜き編みをしていきます。立ち上がりの目に針を入れて引き抜き編みをしていきます。そして3段目も同じく3号針を使って2段目と同じ目数だけ細編みを4目編んでいきます。立ち上がり鎖編み1目です。そしてここから4目細編みを編んでいきます。1目に1目ずつ細編みを4目編んでいきます。1、2、4、はい、このようになります。そして立ち上がりの目に針を入れて、こちらに針を入れて引き抜き編みをしていきます。そして糸をカットします。そうしますと、このようなポコッとした花芯ができてきます。糸を引きます。では、最後はこちらの花びら部分と花芯部分を接続していきます。まずは花芯部分の輪っかを作った方の糸端をとじ針に通します。そしてこちらの輪っかを作った真ん中から先端の方に針を出して、このように糸が2つ出てきます。そうしましたら、こちらの花びらの中央付近、糸端同士が重ならないように針を入れて、はい、1個目入れました。次も2個目も糸端をちょっと距離を空けます。1個目の針とは少し距離を空けて、そして針を通していきます。はい、このようになります。そうしましたら、裏にひっくり返してこちらを玉結びしていきます。まずは1回目、そして2回目、
このようになります。そして裏で糸の始末をします。裏側で糸の始末をするとこのようになります。ひっくり返すとぷっくりとした花びらとぽっこりとした花芯のドクダミのお花ができます。次回はこちらを何個か作ってリースとして仕立てていこうと思います。どのようになるかお楽しみにしていてください。それではまた次回。バイバーイ。